はは。い、こんにちは、えー、今日はですね「楽しい生物の話ソロ4」ということで「えー、つま先立ち」という、まああのー、話題でですねお話をしたいなというふうに思います。というのはですね、えー、まあ僕もちっちゃい頃はウルトラマンとかいろいろ見てたわけですけどもそういった中で出てくる、えー、怪獣でですね要は人が中に入っているタイプのものでこのハイハイするような感じのですねこの膝がこう前に曲がっているようなもの これ人間の膝でですす。ごくこう嫌だったんです、まあ、特に膝をついてあの歩いていたので嫌だったんですがこういう形って変だよねと思ったんですな何でそう思ってたかというとこの鹿とか見るとですね足が要は後ろに曲がってさっきのは前に曲がってましたよね前にちょっと見て前に曲がってたこれ後ろに曲がるねこうでなくちゃやっぱりなんか動物っぽくないよねみたいなことを感じてたんですね。 で実際には恐竜はどうなのっていう話を見るとこれ見ると分かりますけども後ろ足なんということはない膝が前に出てるんですね。でええー、と思ったんです。でじゃあそんなはずないよねと思ってトリケラトプス見たらやっぱり膝は前に行ってるんですね。でさらにじゃあティラノサウルスは大丈夫だろうと思って見たらティラノサウルスも膝は前に出てるということで、うん、ねあれれれれ で僕の今まで思ったところっていうのは全然違ってたんだなということで、えー、動物の歩き方をですね少し真面目に勉強しようということで、えー、ちょっとね見ていきましたでどうも動物の歩き方3種類あります1つ目が初行ということで何かというとか,かかとをついて歩くタイプ、ね、例えばこれは人も私たちもそうですし、えー、猿とかクマとかねそういったものがいわゆる諸行ということになります。 それに対して思考「趣ね指先立ち」まあ私たちもねちょっとこうつま先立ちすることはあるわけですけどもかかとがこの位置で歩くのは指で歩いてる、ね、指先立ちって言った方がいいんですかねこういった動物っていうのは犬とか猫とかタヌキとかねそういったものがいるわけです。で3つ目は「抵抗」いわゆる「ひずめ」ですね「ひずめ」で立ってる。 ひ蹄めっていうのは、まあ、爪ですね人間はひら爪ですけどこの爪で歩くちょっと人間がやったらちょっと爪剥がれちゃいますけどそういった、えー、ことをやってる生き物がいるということですねつまり、えー、ここがかかとでここが指でその指先にひずめがついてこれで歩いてるよどういう動物がいるかというと馬とか鹿とかがいるということになるわけですね。でじゃあ 超大型恐竜っていうのは今のところからもう一回見ていきますけども膝が前にありますけどかかとはどこだっていうとどうもここにありますから初行なのかなって思いますこれちょっと明確ではないですけども多分そうですねで今度ティラノサウルスはっきりしてますねこうなってこうなっていてここかかとですのでこれはいわゆる思考指で歩いているよという形になるわけですねでも指でね初行も思考も 見た感じは膝が前に出るところがこのあもう出ない。鹿はいわゆるその何こうなっていてこ,れここの上が膝ですねこうなってここに爪がついてでこれがあの大腿骨になりますねで,ここあのですから上のところがこう膝になるわけですけどもこういった抵抗のものは、えー、何なんとなく後ろ,が後ろに足が曲がってるように 見えるということになるわけですねでこれ抵抗ということですねはい。ということでまとめを考えていきますけれども哺乳類のうちひずめをのく持つ仲間は抵抗のものが多いです例えばひずめを持っていてもね、こうやって鹿だったらこういう感じですけれども何、えー、ていうのゾウとかカバとかいうのはあれは 抵抗というのかって言われると微妙なところがありますけどねちょっと、えー、あれですけど普通の鹿とかね馬だったらもう抵抗になりますで恐竜は例えばですね多分初膝のね膝のかかとをついて歩くものそして指先で歩くものこういったものがいてこれらは全部ね膝が前に行ってるよってね、まあ、鹿だと本当は膝前に行ってるんですけど見かけが膝はもう体の中入っちゃってますからね それでこういうような形になるというような、えー、お勉強の結果だったということでお話を終わりたいと思いますね、えー。こんなこと興味がある方はですねチャンネル登録よろしくお願いしますまた高評価にでもよろしくお願いいたします